おはようございます。お元気ですかみたいな、おはようございます、おはようございます。ちょっと遅くなりましたね。なんかちょっと間で朝早く行く用があって、なんか間で、じゃあ行きたいと思います。お願いします。ありがとうございます。Thank you.
わりました、ありがとうございました。おはようございます。そうですね今朝はってか、なんか今の感じは探りましたか、そういう感じなのかなって、なんていうの、何でも、もうすでにあって、こう周りをそぎ落としていくと、なんかこう出てくるとか、道がとか、なんかそういう感じみたいな、あ、ここだったんだ、なんか最後の方で、こうね、今朝のね、ピアニーノのやつ、どこ行きたいのか、ちょっと私がなかなか、あれ、しかねてっていうか、こっちかな、こっちかなとか言ってたら、あ、こういう感じで、なんかこう、なんていうのかな、なぎなんだけど、まあ、なぎの海に朝日が当たってて、キラ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 ってしてるけど、一見何にも変わってないけど、もう常にこう光も水も動いてるし、こうね、移り変わっていくけど止まってるっていうか、凪に見えるみたいな感じでしたけど、なんかそんな感じですなんかあれですね、なんかその中で、そこの与えられたその日の条件の中で、最善のバランスというか、一致というか、そこを探すっていう感じの、だからいまいち、例えばいまいちの日ってあるじゃないですか、なんか流れがとか、なんだかこう起こってくるなとか、こう例えばなんか電車のいろんな接続にしろ、何かがあって遅れますとか、なんか異常になんか混んでる、道が混んでるとかもあるし、なんかどっか痛いとかね、そか、何かが思うように進まないとか、いろんなことがあるじゃないですか。で、そういう時に、そう、例えばそれがピアノだとしたら、なんかガチャガチャ、なんかこうスパッていい感じに入れる日も例えばあるとしても、まあ、これはちょっとピアニーナはまた違うけど、既存のね、例えばベートーベンとか、なんか弾かなきゃなんないってなった時に、始まっちゃったらもうやるしかないじゃないですか。もう一回、まあ、もう一回っていうのも、やむを得ない、そういうなんかことも、まあ、ゼロではないかもしれないけど、そういう時に、そこで、そこで、実力とは違う、なんか最後の、気力というか、胆力というか、なんていうの、胆力って読み方わかんないけど、そういうなんかで、最後の紙一重で、なんかこう、調和を探すみたいなのって、どこでも、どんな場面でもきっとあるんだろうなとか、今弾きながら思ったんですけど、なんか、微調整で、紙一重で、本当に紙一重で天国っていうか、いい感じのところに行けるんですよね。で、それをなんかやっぱり、なんていうのかな、それを諦めがちっていうか、ああもうダメだみたいな。だけど、その微調整、具体的にどういうことかなっていうと、まあ遠くに探しに行くんじゃなくて、なんかその日のなんか流れだとしても、よく見るかな、よく見るとか、ピアノってよく聞く、現状をよく見るかな、よくどう、なんていうのかな、なんかそのどうでもいい話ですけど、まあ、今日そう思ったんであれなんだけど、あるんですよね、見てれば、やっぱり、頭じゃないんですよ、それが言いたいっていうことが分かった。頭で、
ハウツーとかでこういう場合はこうするとかなんかでこう頭の中を探し始めると前例とか誰かが言ったこととかそのなんかわかんないけどトラブルでも何でもその時に、そのね結局その紙一重のところって本能とかやなんか野生の勘みたいな感じで先行するんですよねその思考よりも。それで大体人って そんな簡単には知らないっていうのは窮地でなんだか分かんないけどこっちに行ったとか先に体がとかそういうので大抵なんか助けられてることが多いような気が助けられてるってそんな大変な命とかの話じゃなくても助けられて助かったみたいなことって多いような気がするんだけどということは体なんですよね。だからその体の感覚を、だから命の方っていうかそっちにの声を聞くとかそっちを見るとかなんかなんていうのかなそうするとなんか違和感って結構 すごいサインなんか変っていうのとなんかいいっていうのって結構なんか思考でなんか考えるよりよっぽど正確な気がするんですよね。私の場合はですけど、だからやっぱりなんか変な流れになっちゃったっていうのはやっぱりどっかに違和感があったからかもしれないし、まあ、すでにそういう違和感がそこにあるところに入っちゃったのかもしれないけど、でもなんかその時に私の中の違和感を震源は私なんですよ。私の世界だから、だから私が私の世界の中心だから、それもね、そのね、私って我の私じゃないけど、我の私が得するためではないけど、でも全体の中心が私だと思うと、その違和感から逃げるんじゃなくって、そこをじゃあ私が直すじゃないけど、そのでどういうことかっていうと、その真ん中で私がその違和感とかトラブルにと同じ周波数っていうか、そこに飲み込まれないで、なんか地獄の中でも場違いななんかご機嫌な人でいるっていうのは難しいけど、なんかそう例えばそういうこととか、なんかそういうこと、まあだからっていう、でじゃあどうやったらご機嫌になれるかっていうと、自分の中の違和感がを消していくっていうことだけど、なんかまあそうだな、だからピアノだったら次の音次の音でちょっとでも調和する方を一手打っていくんですよ。今のなんか不協和音が鳴ってると思ったら、即興とかなんてしょっちゅうね不協和音になるけど、不協和音が悪いわけじゃないから、不協和音って重要なんですよ。その解決したいっていう強い動きを持つ和音を不協和音って言うんだけど、それによって逆にその後の平和が際立つわけじゃないですか。まあそういうわざとそういう構造に作ってる音楽って大体そうだけど、でだからその不協和音があったら、ちょっとでも次の音を微調整でやっていく。だからなんか何でもそうなんだなって今ふと思ったっていうのは、やっぱ諦めないで小さな本当に小さなところをこうちょっとずつやっていくと、スコーンってなんか抜ける。だからこれ全部やめて、なんかこれダメだって言って遠くに探しに行くとか、私はダメだって言うんではないところに、
答えがあるんだろうなっていうのはいろんなところから最近思ったりするかなっていう感じ。なんかね前奈良の方かな、なんかそういう相対法とかいう先生のお話を聞いた時に、その方はなんか魔法みたいになんかいろいろ治しちゃう方のようでしたけど、その、とにかくその自分の体に意識をすっごく向けて、でどこに違和感があるかっていうのをもう本当にこうなんていうの、 CT スキャンするみたいに自分の体を見ていって、自分でねいつでもで、そのちょっとでもここがなんかその痛いとかまでいかなくても、そこをちょっとだけこう自分でねいい形に調整していくことで、なんか体の流れが変わると、まあ雑に言っちゃえばね、なんかそういうねいろんな病気が治ったりとかいうところまで行っちゃうっていうのもなんとなく分かるような気がしたり、そういうこととかね、その思い出したりしましたけど、だからまあ多分諦めなければっていうか執着ではないけれど、今日はダメな日みたいなことじゃなくって、そこをこううまくこういうなんか抜け道っていうか細い道でも通っていけるんだよなって思ったり、そうって言って、やっぱりそれはやっぱり今ここですよね、その自分の今ここのこの瞬間に何をするかですよね。それを上手に選んでいくっていうことなんでしょうかね。だから次の瞬間は分かんないからね、意外とそれがずっと続くと思っちゃうけどとかね、そんなこと思ったりしましたね。なんかちょっとそんな話でした、うん、そうですね。なんかそんなにはっきりすっきりみたいなことってないですもんね、日々。どうなんですかね、分かんないけど、どこをフォーカスするかっていうか、なんかそんな感じかなって思いましたけど、なんかちょっと面白くないんですけど、なんかないですかねみたいな、そんな朝でしたね今日は。ちょっと いろいろバタバタしますけど、なんか今月すごくだらないけど、今月末に、今月末でもないかな、ちょっとおのおの発表会があるのに全くやっていないっていう、なんかちょっとで今日の夜行くから、なんかとか思ってますけど、でもあれも面白いですよ、そのおのおのなんか舞の、まあ、ちょっとあまりにも入門 初心者すぎて、なんかそういう人のね感想ですけど、でもおのおじゃなくて、まあいろんなことがそうだけど、振り舞とかでも振り付けとかあるじゃないですか。ああいうのも、まあ、頭で覚えるっていうのもあるけど、本当にそういうなんていうの、本当のそのなんか簡単な素人が考えたなんかの振り付けとかだったら多分流れが違うと思うけど、そういうなんか残ってきたもの、歴史の中でとか、例えばお茶私できないですけど、でも茶道のお手前のこう順番とか、ああいうのも一回ちょっとやってハマってもうすぐ全部忘れましたけど、そういうのも同じで、めちゃくちゃ理に何て言うんだろう、流脈って思うけど、言葉が浮かぶけど、その多分流脈ってそういうことだと思うんだけど、宇宙の流れに沿った、宇宙のっていうか、まあ宇宙まで行かなくても、その死んだ万象のっていうか、それ宇宙かなんか、その流れに体だって自然じゃないですか、だから人の体の構造によるなんか違和感のない動きの流れってあるじゃないですか。
そういうのにもう見事にハマっていくから、なんていうのかな、例えばなんかお茶のやつとか本当にそうだなと思ったけど、いろんなこう何服装をこうくなってなんとかかんとかとかいうのもこう結構角度とかいろいろあるけど、覚えるというよりは一番こうなんか例えば水が山の上に水をこう神様が垂らしたら、水はその重力とか地形とかあらゆる状況の中で一番楽な一番自然な軌道だけを毎瞬間選んで下まで降りていくじゃないですか。それが蛇行して、だから蛇行って一番近道ってよく言うけど、一番多分近道なんですよ。でそういうのと同じで、その人の体があって重力があって道具があったら、それが一番理にかなった無理がない線を通っていくんですよ。でそれが多分一番美なんですよ。黄金なんとか比率とかに多分なっていくんだと思うんだけど、でなんかだからそれを思い出すっていうか、その違和感がない方はどっちかって忘れ、もし忘れたら瞬間的に思えば、一番体が自然に向く方っていうのが大抵、右だっけ左だっけとかもし思ったら合ってるなみたいに思ったことありましたけど、おのおのあれもそうで、間違ったっていうのは大体流れを、私が流れはそっちじゃないのに、流れで言ったらどう考えてもその体の機能と重力となんかから行くと右が足が出るはずなのに、それを分担して左足が出たみたいなことで間違えたみたいになるのと面白いですよね。だからそのだからまあさっきのガチャガチャ、なんかこう日常がぐちゃぐちゃしてる時っていうのは、多分その流脈が見えてない、流脈って流の脈ってよく言わないです。なんか流脈に、土地にも流脈があって、そこにそういうだから気の流れかな、でそこはやっぱり土地として神社があったな、あ逆かな、なんかそういうお城があるとか、なんかね、わからないけどそういう話あったりするけど、そういうのが多分超ミニ版でもあって、自分の体の中にもあって、プロジェクトにもあって、でなんかだから今日なんかそう家庭内でもあって、そしたらその中でそこに絶対通ってるんですよ。流脈は、流脈っていうかクリティカルパスっていうか、そのちゃんと流れる水だったらそこを通るっていう道を見つけるっていう感じだから、ないわけじゃないから、ダメなわけじゃなくて見失ってるって感じですかね、なんかとか、そういう感じになってて、すごいなって、やっぱりやらないと、やってるうちにも入りませんけど、それでもやっぱり何でも入門してみるだけでも絶対、だから武術とかもそうなんだろうなって思いますよね。やらないとやっぱり、そうするとそのすごさが、その道のプロみたいな方を見た時に、全くやってないですごいなと思ってたのと、ちょっとでもかじった後ってそのすごさがなんか100倍ぐらいになって、なんかとかね、ありますけどね、ですね。だからなんかやっぱりそういう、そこって、間違いなく今ここにしか通ってないから、今ここにいないと見えないしですね、今ここにあるものだから、私が今ここにいないと見えないから、やっぱりそのね、頭の中がすっきりしてることが先決だから、そのごちゃごちゃしてる時にそこで考えたっていい案なんか浮かびっこないから、やっぱり一回今ここですよね今ここにもう一回こう怒り下ろすみたいにして、頭がなぎみたいになった時に道が見えるんですよ、多分ね。そんな感じかなと思ったりしましたね。なんでちょっとそんなこと言ってる場合じゃなく、やれって感じです、おのおねなんか面白いですよ。でもだからそうすると、その脈っていうか、その中で
まあちょっと超初心者のあれですけど、ずっと今ここのまま、バッて、なんていうのかな、こう、何かをね、そういうエネルギーとかを自分の体の中に保持して、こう、立つだけで大変できてないんですけど、立った時に、それがなんか、例えば今ここじゃないですか。今ここ状態の体ですよね、お能って、まさに。そうした時に、何が難しいかっていうと、そこで今じゃあ一応できたっていうか、なったっていう時に、普通のなんか現代人っていうか、わかんない、私とかだと、次に動く瞬間に全部溶けちゃうんですよ。なんか、なんていうのかな、ここの保持している、なんかこう、例えば、なんか、神様よりしろっていうか、神様おのおの、なんか、去来するものがここに降りてくる、本当の究極のプロだったら、そういう形で、例えば入れたとしたら、そのまんま動いていくっていうことの難しさっていうか、で、だからちょっとずつしか動かないじゃないですか、皆さん。その中ですごいなんか爆発するような動きがあったりするけど、田中泯さんとかのね、踊りもそうだけど、一回も漏れないんですよね、それが。それで、そういうのとかね、それが、結局、今ここからすぐずれちゃってるってことですよね。それをマインドの話で言ったら、今ここに入れたとするじゃないですか。でもそのまんま動けてないんですよ、多分。次の瞬間パッて溶けちゃってだと思いますね、多分、私はね。だからそれで動いていくと、とてつもなくなんか充満してくるんだと思う。そんな偉そうなこと言いませんけど。だからなんか不思議な、やっぱりそういうなんか世阿弥とかそういう人たちって天才だなって思いますね。 なんかね、そういう、だからそういうことを言葉にするんじゃなくて、まあそれで、そういうことって危険思想だったりもね、するじゃないですか、その力を持ってしまうから。だからやっぱり、いろいろこうね、迫害とか、なんか殺されたりとか、結構殺されたりね、してる人もいるし、だから文献とかにはしないで、その芸の中で残すとかなんだろうな、やると体でわかるみたいなことで残したりとかするのかなと思ったりしたりしましたけど、まあ同じことですね。だからなんか、そういうね、流れを見る流れは、だから、でもそれもっと簡単に言うと、その水が下に降りていくっていう、何にも逆らわないじゃないですか。水って我がないから。いや、私はこっちに行きたいとか、そういうのが、夢も希望もないから、夢には、水には。だから委ね切って、重力に。で、自分の水っていう、自分のに体っていうか、水というものを受け止めきって、重力に委ね切っていった結果、最も楽な軌道でしか行かないじゃないですか。でもそれが一番、てか、そこしか多分通らないんでしょうね。そこが、エネルギーが一番自然に流れる道じゃない、水もエネルギーだし。ってするということはですよ、なんか、違和感とか、その楽って、合ってるんですよ。 楽っていうか、心地がいいとか、そっちを毎瞬間、本当のですよ。だから、だらだらするのが心地がいいとも限らないじゃないですか。だからそこも本当にこうシビアに見て、本当の心地の良さをシビアに見ていかなきゃダメだけど、なんか
そういう感じですね。そう、今日の話はそんな話でしたね。なんかそんな感じです。じゃあなんか終わりたいと、そのなんていうのかな、さっき途中でも話した、そのどっかね痛い時とかに、あの痛くない道を探すっていうのもやっぱり自然な方向じゃないですか。そのそれをずっと探していくと、なんか痛いのが抜けちゃうっていうのあるんですよね。なんかピアノとかで前そういうのはやっぱあったかも。なんか腱鞘炎の時に痛くない軌道を探すと、それがあのずっと弾きやすい軌道で、だからそこに導くために痛くさせてるってこともあったりとか、そういうこともあるから、まあ、日常の流れでもそういうことってねきっとありますよねっていう。なんかちょっと今日もグダグダでしたけど、そんな朝でした。じゃ あの終わりたいと思います。今日は昨日月曜日って言ってましたね。今日11月13日水曜日です。今日が素敵な一日でありますように。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございます。